キンプリヘイヤ仕様、ジャニーさんごめんね。最後のブログ更新で綴った思い。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドプスのヘイヤ仕様が22日、会員制サイトのジャニーズウェブでブログを更新した。 デビューからやらせてもらったこのショータイムも最後のブログになりますね、と綴り始めた部屋。ティアラと過ごすコンサートが間違いなく俺の中で一番楽しい仕事でした。と告白しは楽しかったな。明日からキング・アンドスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいよな、ととろした。さらに、ジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしね。 と、前社長のジャニー北川さんの名前を出して、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。簡単ふ。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、しょう。とも綴った。最後に、じゃあそろそろキングピスともお別れかな。キングピス、バイバイ。とし、またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ。 と締めくくった。平野のメッセージに SNS では、最後の更新ありがとう。と、感謝の言葉や、またいつか会えると信じているね。またねって言ってくれたから待ってるね。と、期待する声であふれた。東スポウェブ。キングプリンス午後11時に感謝のツイート。ティアラありがとう。メンバーの平野志陽さん、26、岸優太さん、27、神宮寺優太さん。 25が5月22日をもってグループから脱退するキングプリンス。22日午後11時にグループの公式ツイッターを更新し、ファンへメッセージを送りました。キングプリンスへのファン、ティアラへ向け、キングプリンスと、ティアラありがとうというハッシュタグとともに5人で撮影した写真を投稿しました。この投稿に対しファンからは、ありがとう。 や、ずっと応援しています。など多くのコメントが寄せられています。セクシーゾーン中島健と最高のバディヒラの仕様へのメッセージに反響、なく、胸熱。人気グループセシゾーンへの中島健人が22日、自身のインスタグラムを更新。この日をもってキング リンチを脱退するとともにジャニーズ事務所を退場する平野仕様に向けてメッセージを送るとともにに、ショットを多数投稿し反響を呼んでいるアーデイル。中島と平野は2020年放送の日本テレビ系ドラマ、末光警察ミッドナイトランナーで W 主演した間柄。警察学校を舞台にしたストーリーでバディを組み、中島は本魔界、平野は一ノ瀬次郎を演じた。 中島はインスタグラム20枚のツーショットを添え、最高のバディーへ、どこまでも、いつまでも応援してる、とメッセージ。ジロちゃん困ったら言って、な、と役名で呼びかけそして COM 捨てよかったよ。中島健人と本中界より、と、19日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーションを見ていたことも明かした。また、英文でも、どこへ行っても、何をしていても、 先輩としてではなく相棒として応援していることを忘れないでね、とメッセージを送った。前日には主演ドラマ、映画、黒崎くんの言いなりになんてならない、で共演した岸優太との写真も投稿している。ネットでは、ケンティー、泣くよ。ケンティーの愛がデカすぎる。 ケンティーのインスタ胸熱ケンティーのインスタに泣いちゃったなんて素敵な先輩なのいつまでも一生のバディーでいてねと反響が広がっている。